ことではないですか。違うと思います。これかやりたい。どんな企画かって言いますとですね、はい、この卓球台を離すんですよ。約1メートルちょい、それでネットもない状態、これで卓球やるっていうゲーム。おお、ネットない分ね、スマッシュとかバチリ決められたりする。確かに、はいはい、高さは気にしなくていいんだもんね。オーバーしないように打てば入る。ルールはですね、はい、7点マッチ、はい、やっていきます。はい、でトーナメント制で、はい、1位と2位、3位、4位を決めます。おー、数量ですね。これ1位にプレゼントございます。最下位からの気持ちの数出た出た。これ最近ハマってますからね、我々、ね、これもらってますし。あー確かに、もらってるね。あげてるし、確かに俺ももらってる。で俺もらってからもらってますし。俺なら1回もないだろ。1位取りたいでしょ。これはね、嬉しいぞ。もらったら誰が勝つのかね、予想してみながら見てみてください。よし、基本的にどの対決も全て俺アクションとなりたい。チーム以外言われてますよ。あ、俺は近いとやりたい。俺1位候補なんじゃないの。グッドバーで返し分かれんや。じゃあ、あこの穴垣卓球はですね、こちらのチャンネルの企画をオマージュ、いや、なんなら真似、いや、なんならパクリさせていただきました。おめでとうございます。まあね、コマなんて、赤子みたいなもんなんですよ。実力なんて、顔も赤子みたいでヒゲ生えてるし、だからもう、赤子の手をひねるかのように、マンモスの手を跳ねのけるかのように頑張って勝っていきたいと思います。よろしくお願い、パオン。はい、どうも、コバチームです。なんか赤子なのマンモスとか言ってたんですけど、どう見てもあいつの方が赤子なんですよ、顔は。だから俺はもうあいつの目ん玉、そして鼻の穴、そして口の穴、全ての穴にこの卓球ボールをぶち込みたいと思います。それではやっていきましょう。それではユウト VS コバの7点マッチの卓球対決、ジャジー。はい、先行で僕らポンコツライダーズ。シャルーシャルーすごくない。ラーメンマッチのデュースありで、どっちか4点取った場合コードチェンジしていきます。レイシャルダー。大きい声出して、もうもうお前見たぞ。はい、そうですよね、こういう関係があるんですよね。さっきまでの調子はどうした。コマ撮影前のあのラリーを見せたい、みんなに。どうした。いやー、こういうこともただ経験してきてる。ただ俺はここで勝ったことが一度もない。みんな見てるよ、行くぜ。はいはい、いや、ちょっと返したら返ってこない。殴ったらどうなるんだっけ、人って。はい、じゃあ行きまーす。5点の時行きまーす。余裕がある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 。じゃあ、アウトです。本当にもう無理だ、俺も切れ。
ドセックの発揮できない。さあ、答え1だ。タトゥーの通りに。あれよ、見て。はははっ、じゃあ、これで決めるか。うわっ、しょい。何あいつ、つまんない、マジでやることがおもろくないわ。反旗を繰り返したいな、これ。これで言ったらここ負けだ。オッケー、そういうこと言うな。プレッシャーに非常に弱いの。ははは、いや、ここからじわじわ勝ちでいきたい。まあ、そのスタンスやめろ、お前。いいよ。しゃー！よっしゃー！よし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 。これはね、緊張してるじゃん。この卓球の大会まだ見せるってないよ。見せてないよ。はい、じゃあ次第2試合いきまーす。はーい、まあ、相手が近いということで相手にとっては不足はないかと思います。やっぱ近い選手はね、毎回決勝戦に残るということで、僕は毎回決勝戦に行けないのでヤツと戦うことはなかったんですけど、俺はあいつに勝てるぞっていうところを見せてやりたいと思います。なんか相手すごい僕のこと意識してるみたいなんですけど、僕は全く意識してません。まあ、今日ぐらいビリケツ行ってもいいかなと思ってるんですけど、多分まあそれを僕の実力は許さないでしょうということで、やっていきましょう。それでは、よーい、スタート。いくぜ。ワン、ツー。なるほどね。今だったら僕のミスは心を下ろします。もうダメだ、そんな時。いけ、シャッ、シャッ。大丈夫だ、お前だったら勝てるぞ。最初のテイクで全然強い。師匠のことはない。はい、はい、はい、はい。ありだ。今のポイントは俺の得点だ。アクがリードしている展開を誰が予想したのでしょうか。いきます。あーああ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 あ攻めの差をします。
おお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 のサーブと言いつつめちゃくちゃ前にボールを落とし相手がこう来たところ、そして逆にくで指に当たる、あそこまでは計算通り、そして俺は強い、でお前さん弱い、え俺うん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 、はいウィナー、あー前回のガチ対決だけど多分俺が勝ってるよね。そうだね、そうだね。なんで卓球対決2連覇したいと思いまー、2連覇、はい、ありました。前回負けてるんで、ここはしっかりと勝ってね、あいつが一番じゃないってところを見せつけたいと思います。よいしょ、いきます、はい、ピアオニーダウン、はい、はい、はい、うわー、磁石ない、ない磁石だ、一点だったけど、これは浮かれてねえよ、バカだらけに行くんだ、浮かれてねえよ、ゴリラ撲滅、ゴリラ撲滅あります、あります、上野動物園に送還してやります、ダビー。俺が国立。ああ。やばいな。は？何してんの？は？何してんの？お前。行くぜ。やばい。やばい。わあ。影めっちゃむずいやん。そうなんや、なんかマッチポイント今が違う、違う、やべえ、このままじゃ俺の上の動物園に逆戻りだ、強制送還してるぜ、しゃあこいえ、しゃあしゃあ、ありがとうございました、マッチポイント、地上における最強生物はエイでした、レディース&ジェントルマン、さあ始まりましたザ・マッチ2022ビリケツでございます。メインカードコバ対アキト、最初に入場いたしますのは正規のポンコツファイターコバ、これ何ガーってやられる、自分でやる、僕らポンコツライダーズコーパー、ウォー、青コーナー金髪ポンコツブバカアキト、僕らポンライダーズ、それでは赤コーナーポンコツコバ選手、意気込みをどうぞ。お前らこの言葉技を知ってるか、昨日あったことは全て忘れろ、そうださっきまでの試合は全て忘れてる、僕らポンコツライダーズ、それでは青コーナーアキト選手、意気込みをお願いします。
この試合100年の振り合いは禁止、相手への暴言などをやめてください。 OK ですね、わかりました。何ですか、コメント、
高評価、SNS、フォロー、よろしくお願いします。それではまた次回の卓球動画でお会いしましょう。ジョニー、あ、見てくれてどうもありがとう。まあ、あの、俺が卓球王ってことではもう確定しました。明日の動画は帰宅部完全再現、あいつ最近人気者だな、せーの、さあ行くぞ。はい、プレゼントもらいます。今回ちょっと変えてみました。なんだそりゃ。いきます。え、どん、ラーメントッピング何でもあり、おごらせてください。おお、でかい、でかい、でかい、ラーメンもおごってくれるってことで、ラーメンおごります。でかすぎる、やったぜ。トッピング何でもつけちゃってください。マジ、はい、いいんだ。いいです、それやばいね。これ嬉しいわ。下手すれば2000いくぜ。確かに行くとき行くね。あの、行くとき行かせます。ありがとうございました。はい、これで